ホボスとダイモスの軌道、ホボスの影とは、火星の衛星であるホボスが、火星表面に降り注ぐ太陽の光を部分的に遮ることによって映し出される、半影のことである。ホボスは、太陽系の衛星の中で最も主星に近い軌道を周回しているために、頻繁に火星表面に半影を映し出している。この影は、多数の宇宙探査機によって観察されている。 半影が通過する地点では、ホボスの太陽面通過が観測される。バイキング1号の周回線が撮影した、ホボスの影。ホボスの影から数キロメートル北方に、バイキング1号の着陸船がある。1970年代、火星探査機バイキング1号の着陸船が、火星の表面を通過するホボスの影を検出した。これは、ホボスの影が、周囲の環境よりも、 わずかに暗くなっていることから発見された。フォボスの影は秒速2トルの速さで火星表面を移動し、20秒ほどでバイキング1号の着陸船の撮影領域を通過した。フォボスの影はバイキング1号の周回線からも撮影された。その後、フォボスの影の詳細な画像は、1997年に火星に到達した火星探査機、 マーズグローバルサーベイヤーに搭載されていた高解像度カメラによって1999年に撮影された火星の地表に映るフォボスの半影。1999年8月26日4時33秒、アトックにマーズグローバルサーベイヤーが撮影。影の中心は北緯10.9度、成型49.2度。フォボスの影は 1999年8月26日にマーズグローバルサーベイヤーによって撮影された。この画像は1999年11月1日にアメリカ航空宇宙局の報道発表によって公開された。アメリカ航空宇宙局が発表した画像には時刻情報が記載されているが実際にはホボスの影が撮影された時刻とは一致していないことに注意してほしい。 この時刻は画像の撮影開始時刻である。この画像を撮影したマーズグローバルサーベイヤーは火星の南極と北極を通る極軌道を太陽動気軌道で周回し117.65分で一周していた。そして直下に見える地形を軌道上を移動しながら撮影していたため地球に送信される画像は非常に細く長い画像となった。撮影は 南極から北極へ向かう際に行われるため、1枚の画像を撮影するためにはおよそ1時間を必要とした。マーツグローバルサーベイヤーから送信された1枚の画像の高さは43,200ピクセルであったことから、ホボスの影が撮影された実際の時刻は、ピクセル間の時刻差とホボスの影が映っているピクセルを調べることによって算出される。例えば、 マーズグローバルサーベイヤーによって撮影されたフォボスの影は実際には M04 から03241と M04 から03242を元に生成されている。これらの画像は高さ1800ピクセルの画像を4枚連結したものであり1枚あたり80.4800ミリ秒を用している。フォボスの影は下から6400ピクセル目を中心に映っているため実際に このフォボスの影が撮影された時刻は、撮影開始から6400.0848、4イコール2060.3秒、すなわち34分と20.3秒後であることが、わかる。撮影開始時刻は3時26分、13.01、アトックであるので、これに34分と20.3秒を加えた4時、33.3アトックが、実際に、 ホボスの影が撮影された時刻となる。ホボスの影に関する画像は、上日の画像以外にも多数存在している。しかしながらこれらの画像はいずれも低解像度である。これらの画像は、1999年11月1日にアメリカ航空宇宙局の報道発表によって公開された。ありがとうございます。